はいどうも、収入が半分になった男、デロリンです。というわけですね、まあ、前回に引き続きちょっとその収入半分になっちゃったよねみたいな話からの発生の話をちょっと一つしたいと思います。今回思ったのが、その収入と幸せってやっぱ比例しないなって話ですね。ちょっと綺麗事ですけど、はい、行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。これ何かっていうと、まあ、最初にちょっと結論をしょばっと言っちゃいますと、やっぱりその自分が好きなことをやれてるかどうかが全てなんで、まあ、収入落ちても別に幸せ度はそんな落ちないってことはちょっと今回よく分かりました。もともと僕はあの仕事自体が YouTube やったりブログやったりなんですけど、まあ、当然僕は好きなことしか頑張れない人間なんで、好きなことしか やらなかったんです。だからブログで書くのも好きなことだけで、 YouTube で取り上げるのも好きなことだけ、嫌いなことは取り上げません。自分がやってみたいことばっかやってる。 Vlog 形式でちょっと映像をきれいに作ってみたいとか、今こうやってカラーグレーディングしたりとかシネマティックにしたとか、そういうのも全部自分がやってみたいと思ったからやってます。でもちろんね、まあ、ニーズもあると思ってやってますし、まあ、その辺のビジネス観点も込みですけど、基本的にはその上で自分がやりたいと思ったからっていうのが僕の仕事の軸なんですね。自分がやりたいことしかやらない。だからどんな案件来ても俺がやりたくないと思ったらやらない。基本それです。俺自分がやりたいと思った案件はやる。だ先日のソニーさん食いついたのも、カメラ好きだから食いついたの。最高じゃんソニーのカメラとか、んなん使わせてもらえるの最高じゃんってことでやったんですけど、そういう風にやってるんで軸が変わってないんですよ。収入は落ちましたよ。ズコンと落ちました。半分以下まで落ちたんで、前まではね、なあ多少金使っても平気だったし、多分キャノンの 6R とかも収入が今の何倍もある状態だったらそれ買いますよ多分速攻で買ってる。多分レンズ全部買うぐらいでいける。バババババって買って、また尺何万使ってってやってると思うんですけど、それは確かにできなくなった。だからそこに関してはちょっとシュッって思うところはありますが、普段の生活でじゃあ収入落ちたから不幸せかって、別にそうでもない俺は。で多分嫁も一緒だと思うんですよね、うん、やりたいことはやってるし、もともとママはずっと節約してるし、あんま変わってない。あえて言うなら通帳に貯まる金の勢いが減ったってだけで、まあ、そういう意味で僕はちょっと心配ではありますけど、もっと貯めたいなーっていうのはあるんで、そんなんなんで結局さ、まあ、どんだけ収入が上がろうとそこで私生活が充実しなかったら幸せじゃないじゃん。家族でのトラブルも特に俺はないし、昔と違って、昔はもう家族が俺にとって全てのトラブルのもと、もう家族こそが最悪の元凶だったんで、もう仕事がどんだけうまくいくこと関係ないんですよ。もう家帰ったら不幸だもん。家族から電話来たら、絶対またなんかあるわこれって電話出たら、やっぱあったまたってだったんですよ、ずっとまあそれに比べたらもう非常に幸せな日々を送ってるんで、まあ、そんな収入が落ちても気にしない。もちろん節約はしますよ、うん、使える金は減りましたよ。でも別にもともと貧乏育ちなんで、そんな気にならない。ああまあまあ確かになって。ぶっちゃけさ、もうさ、いろいろ飽きてて、今俺一番欲しいの、前までね何が一番欲しいかって思ってたの、飯だけやったんですよ。美味しいご飯食べたいって思ったんですけど、じゃあ美味しいご飯自分で作れるようにしようって、動画で撮るようになってきて、いっぱい作るじゃん、美味しいんですよね今自分たちの作る料理、うん、でも調子こいて美味しいもんばっか作ると油とかいっぱい取っちゃうから体壊すのお腹痛いとかさ、それであれって食でそういうことやったら結局体壊すなと思って、質素のご飯にしなきゃいけないなと思って、あれお金使うとこねえぞって今正直になってるところです。じゃあ他に何使うんだよって、カメラぐらいしかない、仕事道具揃えるぐらいしかないんで、カメラとかよくして綺麗な映像撮ろうとか、そっちのあれ結局それ俺の趣味だよなってとこしかないんで、だからあんま買わないですよね金なくても。じゃあその分仕事頑張ろうとしか思わないんで、やっぱね収入と幸せは本当関係ない。だから俺にとってゲーム感覚なんで、収入上がる下がるは、ゲームの攻略うまくいったらそれは収入が増えるから、じゃあそのお金でちょっと武器をアップデートしようかってカメラ買おうかなとかさ、うん、するぐらいで、別にそれでそんなめちゃくちゃ不幸にはならんなって思いましたね、うん、生活レベル落としたらいいだけだから。今あと最低限この家の住宅ローンがあるから、住宅ローン代を赤字にしないようにと、通帳を赤字にしないようにを心がければとりあえずいいかなっていう感じですね、まあ、あとは子供の学費は絶対に確保しなきゃいけないんで、そこを最低限稼げばいいかなって思ってるんで、まあ、もちろんねお金は必要ですよ、絶対必要だし、いっぱいもらえるに越したことはないし嬉しいんですけど、もらえるのはね、でもそれが全てじゃないなってのは本当に思いました。あともともと節約志向が頭にこびりついてるんで、なんか絶対にねずっと高いもん買いたいのかって言われたらそうでもないもんね。やっぱね、確かに最近買ったあのルンバ13万かは一番高い買い物でしたけど、
そんなもんだもんね。13万払うの今痛いなって本当思いますけど、いいもん買えなくなった、贅沢できなくなった、でも別にそれが不幸かって、別に今贅沢だからね、贅沢はって、贅沢をする方が贅沢なんで別に悪いことと思わないし、贅沢しなくても平気になったから別にいいじゃんとしか思いません。逆になんかそのたまに行く焼肉とかのなんか幸福度が上がっちゃったんで、あ焼肉だって焼肉だってなるから、そっちの方が幸せなんじゃないかなって気持ち正直本当にします。うん、ありがたみが分かるっていうか、まあ、なので、うん、収入そんな気にしてもなっての本当思いました。最低限その個人的に思うのは、その綺麗なところに住むとか安全なところに住むとか、そういうお金は必要だと思うんですけど、それ以上のものはそんなに求める必要あんのかって思っちゃいますね。で今こうやって持ち家買ったりするの大変だったのも分かりますけど、でもちゃんと自分の信用情報を積み上げてローンさえ組めれば何とでもなるしって感じですね。なので今回本当収入落ちてみて、そんな不幸だと思わなかったなってのは思います。というわけでですね、今回ちょっとそういう話をさせていただきました。本当に強がりとかじゃなくて、本当にそんな思ってないんですよね。収入は幸福の基準にはやっぱならないっていうのは僕は思いました。両方経験してみてね。だから貧乏でも別に子供と嫁が自分に危害を加えてこなければいいんじゃないと思いましたね。危害加えられる家族で育ったんで、そういうのはないだけでも全然、最終的には僕はまたそういうのは全部家族にぶっ壊されるんじゃないかなと怯えて生きてるわけなんですけど、いつもそうだったから、俺の人生は必ず家族が邪魔しに来る人生だったんで、まあ、それがなければそんなに不幸になることはもうないんじゃないかなって、なんか自分の考え方的に思いますね。まあ、そんな感じかな。まあ、なので本当に僕は収入って大事ですけど、大事ですけど、やっぱそれ以上にやっぱ家族との相性が一番大事だなと思いましたけど、毎日楽しいことをするっていうのと、あとやっぱり仕事に関しても自分が嫌なことをあまりやらないで済むようにする、そういう知識を持つってことの方が大事だと思います。嫌なことばっかりやらなくてはいけないとかじゃなくて、もちろんさ、仕事だから嫌なこといっぱいあるよ、めんどくさいっていっぱい思うよ。俺も動画編集しててめんどくさいって思うことあるし、ネタ考えててあーもうやだーって思うことは当然あるんですけど、その軽い嫌なことは別にいいんですよ。だけど毎日なんで俺こんなことしたんやろうって思うのはやっぱちょっと違うと思うんで、そこじゃないかな。最低限自分が嫌な面もあるけど、だけど楽しめる、今回のこれいい動画できたなって思えるとかさ、はい、そうやって自分が作って日々やってる作業を最終的に楽しめるってことをやってるっていうのも大きいかなっていうのはちょっと思いました。やっぱね、嫌いなジャンルやろうとも僕思ってないんで、こうやって喋るのも好きだからやってるし、最近撮ってるデルパパの方で撮ってるあの Vlog 的なやつもやっぱ楽しいからやってるから、あれ、あ楽しいなって、やっぱ猫とかママとかを綺麗に撮りたいっていうのはずっと本当思ってるんで、最近気づいたね、それね、あの顔さえ出さなければ撮れるじゃんって顔さえ出さなきゃ撮れるから、あじゃあこれいいじゃん、これみんなに出してもいいじゃんよ思ったらって、まあ、本当は顔とかも出せたらもっとね綺麗に撮れるから出せるんですけど、まあそれはね、まあいろいろ面倒さそうなんでやりません、はいというわけですね、まあ、今回改めて金と幸せはイコールじゃないなって思ったもんで、そういう話をちょっと、はい、させていただきました。やっぱ大事なのは、まあ、家の中が安らぐ場所であることがまず一番だと思います、はい、次にやっぱその仕事を自分が楽しんでやれてるかどうかじゃないかな、はい、と思います。なのでどっちも自分で努力して勝ち取れるものだと僕は思うので、自分が嫌じゃない仕事をするっていうのも自分で頑張れば勝ち取れるし、嫌な家族と別れて自分と本当に気が合う家族と住むっていうのも努力でできることだと僕は思います、実際僕も頑張りましたしね、まあ、いろんな人といろんな付き合いしてそれで見えてきたことなので、はい、そこは努力で勝ち取れるものではないでしょうか。はい、というわけで今回は以上です。みゃーみたいずっと聞いてた